こんばんは、春山春彦です。2025年度ですね、来年度に向けての、春山春彦宅建士ウェブ教室ですね、もう今年は終わりましたんでね、来年に向けてです。今日はね、2024年の10月16日、これは録画日ですね、今日です。3ヶ月の短期合格を目指しますと。まあこう言うとね、大手の予備校さんがそんなことないよと、まあ6ヶ月から10ヶ月ぐらいじゃないのとね、まあ場合によってはそれ以上だよとこう言うんですけど、私は、この3ヶ月をね、もう、40年前からね、提唱しております。これで合格しておりますので、ご心配無用です。はい、勉強が苦手な人ですね、それから中卒者、外国人、75歳の女性も合格しております。私はね、まあいろんな講座を後で出てきますけどね、大研もやりましたね、中卒者もやりました、それから外国人、まあ特に中国人とベトナム人ですねを中心にしてね、教えました。それから75歳の女性ねも合格しております。で、私の場合月謝ね、で、2000円です。月謝2000円ですから、まあ10ヶ月受けても2万円なんですね。普通の予備校さんね、15万から30万します。これはあの全部、基礎講座と答案練習入れてですね、はい、だから2万円ということは15分の、ね、2ですから、それから30分の2という場合もあるわけですよ、ね、しかも月謝制です。で、安くでね、誰もが受けやすいようにやっております。ホームページはこれですね、調べてみてください。これをまあ、一時停止してね、ポーズにしてこれをやれると私のホームページに飛びますのでね。で、その受験の勉強の仕方もね、そこで説いております。私はもう40年間ね、この大学受験なんかもやっておりますので、もうすべてにね、大学受験、それからこの国家資格の講座、あの要するに資格という講座はね、みんな同じなんですね。東京大学ね、東大の医学部に合格するのも、司法試験に合格するのもね、公認会計士の試験に合格するのも、みんな同じ勉強方法なんですね。それをあのこのホームページにね、書いておりますので、ね、ぜひ見てください。で、体験受講されたい方はね、過去10年の私の春山春彦宅建士ウェブ教室というのがあります。で、その YouTube 動画でね、配信しておりますので、ご視聴ください。まあ直近ではね、の動画ではこれ YouTube ですね、2024年7月30日にもやっております。それから2024年3月8日ですね、2023年11月17日、2022年12月19日、まあ他多数ですね。もう10年前からやっておりますから、もう160回ぐらいやってるのかな、まあ、ものすごい数です。まあ特に、あんまり全部ね、見れないんで、まあこれをね、特記しました。で、私のね、プロフィールです。早稲田大学法学部を卒業ですね。講師歴は40年です。まあ全国に先駆けてね、司法試験、司法書士、それから、社労士、行政書士試験ですね、それから宅建士試験ですね、まあ、その他大研、大学受験専門校ですね、を30年間ね、運営しました。これは1979年です、昭和54年ですよ、から2009年までですね、30年、ちょうど30年やりました。まあ、15年、15、6年前までということですね。それからまあ、他にね、私はあの、まあ、ここで、いうのもね、まあ余計なことなんですけれども、まあ私の全体像をね、知ってもらいたいためにあえてここにあの記述しました。まあ作家活動としてね、長編随筆「平成貧乏物語」というのがあります。それから中編小説として「鴨川嘆きの陣太」ですね、から多数ね、他数編、小説家になろうというサイトにね、投稿しております。まあ中ではね、中にはあのGoogle で見てください。そしたらあの出てきます、これはね。まああの私は昔からね、小説を読むのが好きなんで、
まあそれをね自分でやっております。本を読むのも好きですけどね、まあ自分で、その創作活動をやるのにも興味持ってやっております。それからまあ歌手活動というとね、この年寄りなんだとこう言われそうですけれども、気恥ずかしいんですがね、100年から120年前ですね、まあ言えば明治末期から大正昭和初期ですね、まあ童謡夏メロというのはね、もう名作ぞろいなんですよ、うん、もう本当にね日本の文化遺産と言ってもいいくらいです。これやっぱりね保存すべきなんですね。で私は毎朝ね、鹿児島の自宅の狂犬公園というところでね、まあラジオ体操も6時半にありますから、それ終わってね、童謡皆さんとね一緒に歌っております。でこれも160動画ぐらいありますね。 YouTube で配信しておりますのでぜひ見てください。針山針彦ね、童謡夏メロというところで弾いていただければ出てきます。それから政治経済社会評論ね、これは私が反 TMK 帝国史というのを提唱しているんですが、まあその提唱をね、これももう十数年前からねやっております。でこれはねもうどこの国に偏ってるっていうことじゃないんですよ。もうその世界どこでもいいんです。みんなね平和にならないといけないんですね。どこの国が悪いとかね、いいとかもうそういうことは私は一切言っておりません。アメリカ、それから大国ね、アメリカ、中国、それからロシアね、それからヨーロッパ、みんな平等です。そしてそこでねやはり世界がね平和にならないといけませんよ。今ね危ういんですね。だからそういう状況をね私はもう大嫌いなんですね。というのはね4歳の時にね、まあ3歳だったかな、正確に言うと私は戦争を体験してるんです。これね何事もそうなんだけど、体験しないとねわからないんですね。今の世界の指導者ほとんどねこれ体験してないんですね。まあ体験しなくてもいいんですよ。想像力を生かしてね、戦争はいかにもう残酷なものであるかということをね、もう今ウクライナとロシアね、それからこのイスラエルと、パレスチナの戦いね、これ見ててわかるでしょ。もう悲惨ですよね。で子供たちがねもう殺されていくんですね。これはもう見るに堪えないです。それで危険です世界がね。でもうこれはね、まあ、地球温暖化の関係もね、してるんですが、今ここではねあえて申し上げません。要するにもう全世界にね公平にどの国が悪いとかいいとかって話じゃありません。もう世界が協力してねやらないとダメなんですね。はい、もうどこの国を非難するとかね、そんなことをやってるもう時間はないんですよ。もう残されてないんです。温暖化で沸騰期なんですね。地球そのものが危うくなってるんですね。もう戦争どころじゃないんですよ今はね。はい、それをねみんなが知っていただくようにということで、まあ、最後ねこういう社会評論をやってるということです。はい、以上です。ぜひねこのホームページからね、まあ本題は宅建士の試験ですからね、アクセスしてみてくださいね。でこの中で私の勉強方法をね、短期間でなんで3回生で合格するのかと、まあそういう受験方法についてのノウハウね、それを述べておりますのでご参照ください。じゃあ終わります。